実はほうれい線って硬い脂肪のせいで濃くなっているの知っていましたか？今回の方法、今までと違うやり方でほうれい線が消えていきます。今までと違う効果が出たっていう方はコメントください。顔って表皮、真皮、脂肪、筋肉、こんな形の4層構造になっているのですが、下の層の脂肪と筋肉、ここがめちゃくちゃ硬いと笑った時にしっかり持ち上がらないで、ここで線ができちゃうためほうれい線が濃くなってしまうんです。なので今回はほうれい線にくっついている硬い脂肪をしっかり剥がして、プラスリフトアップさせることでこの憎きほうれい線を解消させる方法をお伝えします。はい、ではまずチェック方法から行っていきたいんですけど、ほうれい線を触ってもいいし、ほうれい線の上下の皮膚、筋肉をぐーっとちょっと強めに押して、こんな感じで触ってほしいんですけど、この時に硬いコリコリがあったり、この部分だけ硬くて動きにくいなってところありませんか？これがあるとほうれい線濃くなってしまいます。なのでまずね、硬さがあるかチェックしましょう。また今回リフトアップ効果もあるので、顔を触ってどれぐらい今顔がたるんでるかなっていうのもチェックしてみてください。たった1回でマジで変わります。はい、ではやっていくんですが、今回のマッサージのポイントがあります。それは今までより少し強めに押してほしいんです。そして硬いものを潰す感じ、脂肪を潰すイメージを持って行ってください。この時に強く押すから皮膚にダメージ与えちゃうんじゃないかって思う方いらっしゃると思います。今回は圧迫するのを強くしてほしいんですね。なので擦るのを強くするわけじゃないので、皮膚のダメージ心配しなくても大丈夫です。では早速やっていきましょう。はい、そしたら皆さん、ほうれい線濃い方からまず行っていきましょう。2回目以降は両方行ってもらってもいいんですけど、最初は濃い方だけやってどれぐらい変わるかチェックしてみてください。はい、そしたら最初3本の指でここ、鼻の付け根からほうれい線のね、こういう線あるじゃないですか、ここに対して3本の指をぴったし乗っけてください。乗っけてもらったらぐーっといつもより強めに圧を加えて、横方向にこういう動きですね、横方向にマッサージです。よーいスタート。圧はぎゅーって強め、この奥にある脂肪を剥がすような感じ、潰すような感じでちょこちょこちょこって横にマッサージしてください。はい、今回ね、圧が強いので、その強さで大きく動かすと皮膚のダメージ大きくなっちゃうから、少し1センチぐらいこう横に動かす、ちょっとね微妙な動きなんですけど、これが脂肪にめちゃくちゃ効いてきます。はい、脂肪を剥がすことでほうれい線解消していきますから、ちょこちょこ1センチちょこちょこほうれい線潰しマッサージです。はい、やっていきましょう。圧は強めにね、ほうれい線ちょこちょこ動かしてください。はい、いいですよ。はい、そしたら今度ほうれい線、こうやって今押さえましたね。この1個上、ほうれい線より1センチ上の部分、だいたいこのあたりです。このあたりをまたギューッと押してあげたら、今度は上にちょっと持ち上げる感じ、これをやっていきます。よーいスタート。ぐっと圧迫して脂肪を潰すような感じで、ちょっと1センチぐらい持ち上げていきます。こんな感じです。はい、ほうれい線に対してこう平行にね、指を上にポツンってこんな感じで3本置いてください。こうじゃないですよ、こうです。はい、でギュッ、ちょっといつもより強め、手がねちょっと疲れやすいなと思う方は全然休んでも大丈夫です。はい、休み休みでやっていきましょう。ただ今日ね、圧を強くしていかないと脂肪までなかなか届かないので、しっかり圧は強めに行って持ち上げてください。はい、いいですよ。今回のマッサージね、終わった後ちょっと赤くなるぐらいの強さでやっていきましょうね。今ね、こっち側だけたった2回のマッサージ終わったんですけど、皆さん鏡見てみてください。すでにほうれい線薄いですよね。今回の方法こんなに効果あるんですけど、まだまだ後半あります。どんどんほうれい線薄くなっていきますので楽しみにしててください。はい、今度はほうれい線の下側にあるこの辺りの脂肪に対してアプローチしていきます。やり方は人差し指と親指でこんな感じでつまみます。口角ら辺から鼻の穴のところまでこんな感じ、こんな感じでつまんでいきます。でこの時に皮膚をつまむというイメージよりはぐーっと結構ね深めに指を入れてつまんでください。よーいスタート。こんな感じです。はい、ギュッ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 。はい、こんな感じで結構の奥の方に届くようにつまんでいきます。ギュッギュッ。
はい、でギュッてね最後詰まる時にそのちょっとね痛いなって感じる方だと思うんですけど、この脂肪をキュッて潰してください。脂肪をキュッて潰す、キュッて潰す、はい、ほうれい線の下のまず口角の下のところから鼻の穴の下のところ、ここはしっかり詰まります。はい、いいでしょう。はい、そしたら今度口角横のこの辺りから始まって、鼻の上のこの辺、この辺ですね、はい、ここまでつまんでいきます。で、ほうれい線の部分は特にほぐしていきたい。なのでつまんだら軽く揺らす、つまんだら軽く揺らすっていう感じで行っていきます。よーい、スタート。つまんだら軽く揺らす、1、2、3で1回離す。で、つまんだら軽く揺らす、1、2、3、ちゃんとほうれい線をつまんでくださいね。つまんで揺らす、1、2、3、はい、ここからつまんで1、2、3、つまんで1、2、3、こうしっかり皆さん奥までつまんでね。はい、やっぱりねこれ奥までつまわないとちょっと効果薄くなっちゃうんで、結構ギューってつまんで揺らして剥がしてください。脂肪を潰していきましょう。はい、OK です。はい、次はほうれい線の1個上のこのラインですね。ほっぺたつまんでるような感覚にね感じます。ほっぺの部分は筋肉も多いのでちょっとね持ち上げるのを入れていきたいんです。なのでつまんだら今度はね持ち上げる、つまんだら上方向に持ち上げる、はい、これでやっていきます。よーい、スタート。はい、つまんだら持ち上げます、斜め上方向に持ち上げます。チュッ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 って感じ、こっち方向にね、はい、つまんだら持ち上げる、斜め上方向にこっち方向に持ち上げます。はい、つまんで持ち上げる、はい、いろんな箇所やってください。はい、一箇所じゃなくて何箇所かこうずらして、このほうれい線の上の部分掴みやすいところでいいです。自分で掴んだ時にあここ硬いなって感じるところでいいです。そこをね重点的に自分のね一番硬い脂肪のところをやっていきましょう。はい、いいでしょう。ちょっと触ってみるとやった側だけふっくらしてきたでしょう。今度脂肪が柔らかくなってふっくらしてきてます。で、この状態でもいいんですけど、ほうれい線が改善した状態をさらに改善しつつリフトアップして定着させていきます。はい、そしたらここ頬骨の下の部分に手首のここがピトってねはまるようになってます。で、ただはめるだけじゃなくて手首をグッと反らしながら頬の骨を持ち上げていくような感じでギュッギュッと上げていきます。よーい、スタート。はい、ギュッギュッギュッ、この頬の骨を土台からこう持ち上げる感じ、これねめちゃめちゃリフトアップ効果あるんですよ。で、今ね頬のこの脂肪を柔らかくしてほうれい線改善した状態でさらに上に持ち上げて今日のこれね終わりにすると、これね本当にほうれい線が取れた状態がマジで定着するので、しっかりね最後までねやってみてください。たった1回でこんなに変わるのってね多分ねほんとびっくりすると思います。はい、しっかり上げていきましょう。ギュッギュッギュッ、もうちょっとです、頑張りましょう。はい、 OK。 今ね土台持ち上げたんで今度は筋膜的な要素で持ち上げていきます。拳のここを使ってもみ上げの前から頭のこの辺りまで拳を当てて上方向にマッサージします。よーい、スタート。グッと押し当てて上に持ち上げてください。はい、これはね痛いな気持ちいいなぐらいの強さの刺激与えちゃって大丈夫です。はい、しっかり上に上にこの辺りね届くような感じで持ち上げていきましょう。あー痛いですね。皆さんも結構痛いと思うんですけど、痛い人の方がぶっちゃけ効果あるんですはい、なのでしっかり持ち上げることで、今のこのねほうれい線が消えた状態を定着させることができますから、はい、しっかり上げていきましょう。痛い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 はい、いいですよ。はい、そしたら今度頬の周りについてる筋肉、ここを活性化してリフトアップさせていきます。口を尖らした状態で上に持ち上げていきます。こんな感じ、尖らして持ち上げる、尖らして持ち上げる。よーい、スタート。尖らして持ち上げる、ちゃんと持ち上げてください。ここがねしっかり上がるように尖らして持ち上げる、
手柄して皆さん変な顔ですけど、これね、変な顔の方がしっかり効果出ますから、しっかり手柄してしっかり持ち上げてください。手柄して持ち上げる手柄して持ち上げる手柄してしっかり持ち上げる手柄して持ち上げる手柄して持ち上げる手柄して持ち上げる、しっかりね、頬を上げてください。手柄して持ち上げる、最後手柄して持ち上げる、はい、いいですよ。お疲れ様でした。はい、そしたらね、ほうれい線の濃さ、左右でチェックしてみてください。やった方だけ、めちゃくちゃ改善してますよね。最初のチェック項目で、このほうれい線触ったじゃないですか。やった側触ってもらうと、明らかに硬い部分がなくなってませんか？これ、脂肪がしっかり剥がれて、ほうれい線を濃くする原因が取れたっていうことになります。顔も触ってみてください。こっちはふっくらして上がってます。はい、で、今回の方法ね、2回目からは、両方こうやってね、やってもらって全然大丈夫です。今回の方法たった1回やっただけでもこんなに効果出る方法なので、ほうれい線を根本的に解消したい方は1日1回を2週間一緒にね頑張っていきましょう。ほうれい線を改善してどんどんね若返っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。